どうも、DJ グミです。こんにちは。DJ たつきです。From Stack Success, Ace Records, Steal the Cash。よろしくお願いします。メール入っちゃった。そうですね、洋楽だったら、ニューヨークとかのメインストリームが一番得意というか好きなんですけど、最近はもうずっと日本語ラップがやっぱり一番、そうです、日本語ラップでも結構今進行形のものが一番好きで、そうです、もう DJ 始めたのがもう、ゼウス、バラガキ、T2K とかが出てるエッグマンでやってたイベントとかからどんどん意識が変わっていって、日本語ラップ今進行形の日本語ラップが一番ホットな。 DJ 始めた時は結構2000年代とかだった、2005年とかだったんで、そこら辺のメインストリームを最初普通に聴いてて、で DJ をやり始めてアナログとかを買うようになって、昔のそうですね、ミドルとかそこら辺の音がすごい好きになって、もうそれからどっぷりずっと、そうですね、2年ぐらいはずっとミドルとかそこら辺の音ばっかを掘ってて、でちょっと経ってからまあいろんなイベントとかも行って、いろんな DJ とかも見て、自分のあれも変わってきて、メインストリートとかも普通に弾くようになって、そうですね、まあいろいろ今はいろいろ混ぜて新旧問わずやってる感じですね。まあいいもんはいいっていうことで、分け隔てなく自分のフィルターを通していいものを届けられたらいいかなって感じですね。その DJ で曲つなぐときとかは、まあ今 PCDJ って言って結構その音の速さとか、例えば80だったら80とかっていうのが出て、それをこう見てやれば誰でも、まあ簡単に言えば誰でもできるっていう現状があって、まあそうなんですけど、それさ、バスでやるんじゃなくて、まあ言葉の意味だったり、アーティストなどだったり、そういうのも含めてっていうか、まあそうじゃないときもありますけど、そういうのもなるべく意識してやってますね。例えばお金つながりだったり、女の子つながりだったり、そういうのも意識してやったりして、気づいてくれる人は気づいてくれるかなっていうこだわりとしてはそのところですかね。ずっと DJ タイムがショーケースになったらいいなっていうのがずっと自分があって、うちはスタックセクセスってクルーをやってて、まあ、ユウキ AK ジュトっていうラッパーを俺はライブ DJ やってるんですけど、そいつのサイド MC が結構上手だったんで、そう、50分間、そうですね、やっぱ曲でかっこいい、みんなが好きな曲かかるっていうのもそうなんですけど、二枚使いだったり、俺が楽しんでるところだったり、サイドのやつとの掛け合いとかだったり、そういうので盛り上がるのが一番の理想。曲は全然わかんないけどかっこいいなーって、そうですね。なんでレッドブルのエイトマン、海外はやっぱりいっぱい自分の好きなスタイルの人が多いです。エイトマンさん、太鼓君とか、ああいうバイブスの DJ の方は本当に尊敬しますし、ああなりたいなという感じですかね。見せる側、そうなんですね、その日本語ラップとかをその制作といいますか、こういう曲作ってみたらどうみたいな、でこの今のリリックもうちょっとこうしてみたらどうとか、そういうのも結構最近やっとでやれるようになってきたんですけど、なんで裏方の仕事もすごい好きなんですけど、 DJ 中はやっぱりめっちゃ目立ちたいですね。一番そうですね、フルハウスでも一番目立ちたいんですけど、ローニンっていうのがなんて結構目立ちますから。やっぱりたつきはね、とにかくこうエネルギッシュな DJ がすごくできるから、そこはやっぱり俺も出せないところだし、やっぱマジエネルギッシュだなっていうのがすごくあるから、そこが俺の中でやっぱタスキの一番すげえところだなって思う、うん、で、イクはやっぱり俺より全然若いけど、いや、なんていうか、やっぱ落ち着いたこともできるし、かといってこうそれにとどまらず来るときはカッってくるから、やっぱタスキっぽいフレッシュさを持ってるけど、でもやっぱりちょっとこう長く聴いて面白い DJ かなっていうのはすごくある。で、ダニーは、やっぱギャルを踊らせるんだったら、女の子を踊らせるんだったら、ちょっと勝てねえなって思うとこもあるし、何しろキャラクターはやっぱり外人っぽいから面白いし、まあ DJ も面白いし、
まあ、同い年だから、28区の人はやっぱヒップホップ聞いてきた人は あいつの選曲はうん、グッとくるなって思うと思うし、もっくんはやっぱりこう最年長ですごく綺麗にパーティーをいつもまとめてくれるなっていうのをすごく感じてるから、やっぱり最後やっぱりもっくんがビクッと締まって楽しかったなっていう雰囲気にすごくしてくれるんで、そうですね、まあそんなみんなに囲まれて、まあ、俺は俺でやりたいことをすごくやってるっていうのがやっぱりフルハウスの DJ 陣、やっぱりこう同じメンツで1年2年3年ってやってきたからこそ出せるその選曲っていうか一晩のグルーヴは絶対あると思うんで、フルハウスはまず俺はあの西東京の人だと認識して最初に出会ったのがなごみくんで、あのラックエンドパーティーのなアニバーサリーですね、その時にアクシスだからあのサンダル禁止なんですけど、俺の連れてきたお客さんがサンダルできちゃったんですね。ほんで上行ったらたまたまなごみくんが俺の知ってる先輩で話してて、なごみくんから靴を借りたのが一番最初で、なごみくんがすごい快く貸してくれて、その日にユッサなんだって話をしていて、そこからジャスミンもライブ DJ を、デビューする前の練習としてやりたいっていう時にフルハウス一回出していただいた時からから付き合いなんですけど、なんだろうな、多分出演してる方ほとんどが西東京エリアの方、アジールのみんなだし、主催はでも俺はあの東京の杉並なんですけど、いつも温かくやっていただいてますし、そうですね、イベント的にも超面白いイベントだと思います。あのかかってる選曲とかも都内でやってるイベントには絶対負けてないですし、ウッサだからできてる、多少攻める、俺とかだったら日本語ラップを追いかけるとかもお客さんも反応してくれますし、なんだろうな、ヒップホップパーティーはヒップホップパーティーなんですけど、サグからおたけまで楽しめるというか、誰でも楽しめるヒップホップパーティー。いやでもいいパーティーだ。なんかみんな、なんだろう、好き勝手やってるから。けど、なんか、やっぱまあ、DJ、いいよね。いい言葉が入ったんじゃない今の、うん、俺の全部カットしていいからそこ使ってほしいな、正直。正直、俺のそんなにいいから、そこちょっと使ってほしいな、今の藤田みたいな。いや、でもだってこれ西東京でやってても、みんな要はどっかでしの都内とかいろんなとこしのぎを削って、持ってきて帰ってくれてるわけ。今、イメージアップ必修でしょ。汚くね。藤田さん汚いでしょ。そうですね、本当にでも、僕が好きな人たちが集まっているのは出演者、お客さんを含めって感じですかね、うん、新しいのだけが好きっていう人はあんまいないかなっていう、新しいのも好きだし古いのも好きだし、いろいろ僕は好きだよっていう、そういうお客さんが多いかなっていうのはありますね、はい、やっぱお客さんの顔を見て、まあその中でどんだけそう自分の今日かけたい曲だったり自分の色を出せるかみたいなのが、まあ、毎月やってますね。フルハウスでは自分のかけたい曲かけられてる？そうですね、まあ一番かけられてるんですよ、言っても過言じゃないです、うん、それでも一番反応があるし、他のイベントとかかけられた曲もやっぱかけられるっていう魅力はありますね、うん、はい、うん、まあ確かにライブのイメージがすごい強いと思うんだけど、 DJ は DJ ですごくやっぱり個性あふれるから、もうなんか一人一人違うから、やっぱりで、ずっと俺が言ってるのは、やっぱり一晩のパーティーだから、っていうことをみんなすごく意識してやってるんで、やっぱり一回ぜひ来てほしいなっていうのはあるし。まあそうです、周りにやっぱ、まあ一番今、レギュラーメンバーだった自分が年下で、まあモックンさん、ディジェロニー、ディジェダニー、ディジェタツキがいて、自分がいて、っていう形で、やっぱいろんな先輩の、やってるのとかも見てって、やっぱリリースとかもしてる人がいるんで、いつか自分もリリースしたらと思ってるし、やっぱやるからには、まあ、そうですね、その中でも、まあ、何が一番いけてるっていう、先輩関係なく、
そういう気持ちでやってます、ね、正直今年が一番いろんな意味で面白いなっていう、うん、なんかタイムテーブルとかも決めさせてもらって1年ぐらいで、俺もフッサじゃないけどフッサで感じることって正直都心で DJ してても遊びに行っても感じれないことがいっぱいあるから、そこがフルハウスの最大の売りだと思うし、でかといってライブがあってライブもあって、でも別にじゃあヒップホップだけかっつったらそんなことはないし、でそのヒートっていうその箱そのものもすごくアットホームだし、やっぱり、うん、居づらいってことはそんなないんじゃないかなと思うし、自分がフルハウスでやる選曲も別にもともとそうだけどヒップホップだけにっていう感じでもやってないし、うん、ある意味フルハウスで自分がやる DJ が、まあ、一番こうなんだろうな、自由にっていうかやらせてもらってるところはすごく強いかな。で特にそれが今年一番強いかなっていうのもあるし、やっぱりレギュラーのタツキがいて、イクがいて、俺がいて、モックがいて、ダニーがいるっていう、その5人がやっぱりほぼ3年一緒にやってきて、なんか一晩でみんな個性がすごく強いしあるんだけど、それが一晩になるとすごくいい感じになるっていうのが今年1年間それが一番すごく強いと思うから、そこが一番の DJ としては売りだし、まあ、チームじゃないけどそれが売りだと思うな、うん、なごみくんとか主なバック DJ でバック DJ がやってて、うん、まあグッズだったのはなごみくんメガヒンのバック DJ ずっとやってて、他にも俺のためのオブツとかタクオとかの DJ がやってるんで、そこら辺もチェックしていただきたいって感じですね。DJ もライブ DJ をアーティストの後ろでやるライブ DJ を自分は結構得意だと思っていて、ヤングハッスル、エスキルザキャッシュ、ヤングハッスル、スタックスエクセス、ユーキエーケジュと、あと下町のゾーンザダーピンスっていうやつもやってるんですけど、まあ、その辺もしっかりやりつつ、そうですね、今もうレギュラーでしっかりいるのはフルハウスと、第1木曜のインターセクション渋谷のノースタイルやってるんですけど、あと2ヶ月2回目 A プラスだけ3本だけなんで、どん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 いろんな地方に行きたいですし、制作来年はちょっと結構広い範囲の方に見ていただけるような CD を1枚企んでおります。チェックしてくれ。一番モテてますからね、ステージの中で。マジで、まあ、大丈夫か。わいいかわいい言われて、非常にチヤフヤされてますし。そうだよ、はい。一番いいっすよね。そうやって他人を蹴落とす DJ、DJ タツキ。タツキ DJ 前で今、すげえ口。っていう今のそのなんか、なんつうの、イクとタツキの掛け合いみたいな話も結構聞けるから、それもそれで俺は面白い。でもフルハウス始まっちゃうと、普通に仲悪いから会話がないんで。今、映像に残るから必死なんだけど。今日もまだ一回も目合わせてない。俺も感じてたよ。そうですよね。表向きだな。上辺感。うん、さっきバックトゥーバックしてる時もローニー君いなくなった時喋んなかったから。その時だけ喋ってた。それもそれで問題だよね。すげえやりづれる。大丈夫。大丈夫。大丈夫。そんな感じなんですよ。つまりはどんな感じか分かんないけどさ。